チェスケーブ・ジェヨビツチェスケーブ・ジェヨビツチェコ語、チェスケーブ・デイヨビッツ、ドイツ語、ボミッシュ・バドワイス、英語、バドワイスは、チェコ南部の都市。ドイツ語では、ベーミッシュ・ブトワイス。南ボヘミア州最大の都市で、政治、商業の中心地。カトリック教会のチェスケーブ・ジェヨビツ大主教座が、置かれている。モラビアの町、モラブスケーブ・ジェヨビツ。 マウスケイブーデンヨビッツと混同されやすい。死は、ボヘミア王をたかる二世の騎士、ヒルツォによって作られ、1265年に死の資格を得た。王立都市は、南ボヘミアにおける王権の高台とされ、強力な貴族、ビティゴネン家と目覚ましく栄達する、ゼンベルク家を並行させていた。ローゼンベルク家は1611年に断絶した。死は、伝統的に、 長く続いたボヘミアの宗教対立でカトリックの防壁となった。市は1890年までドイツ語圏の飛び地だった。市の産業革命下でチェコ人が市民の多数を占めていった。第二次世界大戦後のドイツ人追放が行われるまで市には注目に値する少数派ドイツ人がいた1930年に総人口の15.5%。 チェスケーブジェヨビツェは13世紀からビール醸造の長い歴史を持つ。一時期には新生ローマ皇帝のための王立醸造所があり、ラガービールの一種であるピルスナーと並行してブドバイゼルビール、ブドバイスで作られたビール、英語ではバドアイザーと呼ばれるようになっていった。ビール醸造は現在も主要産業である。最大の醸造所は1895年に、 法人化したチェコ合同醸造、セスキアクスビ・ピベバーを前身とするブジェヨビツェ・ブドバル、国営会社で、チェコ政府が所有、運営する国内唯一の国営会社、ナラドニー・ポットニック。製品は、ブドバイゼル・ブドバルブランドで、ヨーロッパを中心に、各国で販売されている。第2位の醸造所、ブジェヨビツェ市民醸造株式会社は1795年に法人化されたチェス系。 ブジェヨビツエ最古のビールメーカーで、自治とリジカ会が、地名、ブドバイスを銘柄に使用すことを許可した、最初の醸造所。ブドバイゼルビール、バドワイザービア及び、ドイツ語で、ブドバイスの市民醸造所を意味する、ブドバイゼルベルゲブロイ、バドワイセバーガーブラウのブランドで生産している。社会主義時代は、南チェコ醸造国営会社、ジーホーシュスク・ピウェベリー、 NP の第一チェスケーブジェヨビツェ醸造所として創業。社会主義時代の国策に伴い、ブドバイゼルブランドが、ブジェヨビツェブドバル国営会社に集約されたため、チェスケーブジェヨビツェのシンボルの噴水名にちなんだ、サムソン、サムソンブランドで生産し、民主化後、ブドバイゼルブランドを復活させた。アメリカ合衆国のバドワイザーは、両醸造所に無関係のドイツ系アメリカ人が、 ビール名産地のブドバイスにあやかろうと1876年に自らが販売するビールにバドワイザーと命名した上でアメリカでの商標登録を行ったもので当時すでにブドバイスブランドでの台米輸出を行っていた了承造所と紛争状態となった了承造所と米バドワイザーを製造販売するアンハイザーブッシュ社と1911年と1939年にチェコ側が 北米大陸及び米国保護領に限り、商標権を放棄することで合意した。しかしアンハイザーブッシュ社はその後も、チェコ側に先んじて、日本を含む各国で商標登録を行った上、ブジェヨビチェブドバル国営会社を相手取って、チェコ産のブドバイスブランビールの販売差し止め訴訟を起こし、現在も40カ国以上で競争中である。さらに、ブドバル国営会社に対し、 商標権買収を提案したが、チェコ政府は、ブドバイゼルブランドの保持のため、この種の要求をすべて拒否している。チェスケーブジェイオビツは、ブルタバ川とマルシェ川が合流する谷の中央に位置する。旧市街は、興味深い中世のものとバロック様式建築が広い、広場周囲に保存されている。壁画と青銅性ガーゴイルのある、旧庁役場、 チェルナーベツセルナ V という黒い塔がそれに含まれる。新市街ではベルエポック期のオーストリア帝国風鉄道駅舎が知られる。最も歴史的に価値のある建物はコシック様式の付属ドミニコ会派修道院である。チェスキーブジェイオビツ駅からリンツへ向かう路線は大陸ヨーロッパで最古の路線で1824年から1832年の間に建設された。 チェコの英雄、ヤンジュシュカの居場の廃墟は、町から南東10キロ余りの場所にある。わずか30キロ進むと、南ボーヘミアで、観光客が魅了されること必至の町チェスキークルムロフ、がある。ローカルバスとトロリーバスは、市のほぼ全域へ乗客を運ぶ。市へは、市内循環バスと鉄道で行ける。国際的なプラハとベネツヤとを結ぶ、鉄道路線があり。 チェスケーブ J 予備ツェンにも停車する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。